はい、皆さんこんにちは。ベースボールキングチャンネル、今回も、開幕に向けた展望を行ってまいります。今回取り上げるのはですね、昨年パリーグ5位の北海道日本ハムファイターズになります。藤田くん、引き続きよろしくお願いします。お願いします。6月19日ね、開幕日決まりましたんで、はい、そこに向けて、各球団のね、これまでだったりとか、まあ、あと改めて、ね、陣容の整理なんかもしていきたいなっていうところで、今回各球団ね、1球団ずつ見ていってるんですけれども、今回ファイターズ編ということでして、選手リスト代わりにはですね、こちら、現在、コナミさんから好評発売中のプロ野球スピリッツ2019、こちらのね、最新のデータが無料で配信されているということなんで、こちらをお借りさせていただきまして、今年のね、日本ハムの注目選手なんかを2人で喋っていきたいと思います。はい、まあ、ファイターズね、去年、5位ということで、オフにね、なかなかこう、これまでにないと言いますか、秋吉投手だったりとか、金子千尋投手か、とかね、補強して臨んだシーズンだったんですけれども、で、途中までね、ちょっと首位争いなんかもしてたんですが、夏場以降の失速で、ちょっと最終的には5位というところで終わってたので、今年にかけるね、巻き返しにかけるっていうところになるんですけれども、藤田君、今年のファイターズで注目選手というと、誰になりますか？注目選手でいうと、ビアヌエバ選手、巨人から来た、はいはい、まあ、そんなに陣容はこのオフは、ね、変わらなかったんで、はいはい、その中でまあ動きある中でいうと、まあ、ビアヌエバ選手、バーヘイゲー選手って伝えきましたけど、はい、ちょっとね、ここに来て、虫垂炎の手術 で開幕直前に手術になっちゃって、はいはい、ちょっと開幕には間に合いそうにないということなんですけど、とはいえ、120試合、試合削減されたとはいえ、うん、まあ、長丁場じゃないですか。そうね、その中でビアヌエバ選手がもう一回、まあ、調整して状態を上げて、そうね、日本ハムの戦力として戦えるかどうかっていうところですね。はいはい、巨人でね、来日して戦ってきたんですけれども、契約の延長はなく、はい、そこで、まあ、ファイターズにね、今年からやってきたという選手なんですけれども、まあそうですよね、ビアヌエバ選手、まあ、開幕は間に合わないかもしれないってところでありますけど、うん、まあいい状態の時、まあチームがいい状態の時にね、帰ってきてくれて、それで楽しいね、活躍見せてくれれば追い風にもなりますし、はい、まあ、逆にね、チームがちょっときっかけ、浮上のきっかけがみたいな時にね、救世主的にね、帰ってきてくれたりとかっていうところは、まあ、シーズンね、開幕当初はちょっとわからないですけれども、引き続きこの、まあ、今はいないけど、そういえばビアヌエバいるんだなみたいな感じで、うん、こう見ていると、まあ、面白いかもしれないですよね。はい、さんいかがですか？あとはね、やっぱりファイターズはピッチャーかな。ピッチャー、去年ね、まあ、栗山監督がこうショートスターター制ですが、はい、まあ、堀井投手ね、まあ、フル回転して、すごかったですね。はい、まあ、新加入のね、金子千尋投手なんかね、はい、やったりもしてましたけれども、やっぱり、まあ、その面白い戦術、まあ、だったと思うんですけど、まあ、やっぱりその中には先発の枚数がこう揃わなかったというか、うん、まあ、ちょっとやりくりがね、苦しかったっていう部分がそこにも現れていたのかなっていうのは見てて思っていて、その中でね、有原投手が、まあ、去年、はい、最多勝になりまして、ね、15勝8敗ということで、防御率 2.46 ですから、かなり安定したピッチングね、まあ、かつてのね、ドラフト1位、逸材でね、入ってきた選手で、まあ、1年目からしっかりローテに入っていたんですけれども、まあ、今一つこうエースという感じに、うん、定着しきれないようなね、シーズンも続いていた中、去年あれだけの成績残しまして、しかもこのね、今年のオフにはちょっとメジャーを意識しているというようなコメントもあったので、っていう、まあ半分で自分に発砲をかけるじゃないですけど、それぐらい意識してやりますよっていう意味でもあると思うんで、今年にかける思いっていうのはね、やっぱり強いと思うんで、結婚もされましたし、そうですね、やっぱり2020年ね、今年も有原投手チームの大黒柱として、で、まあ、個人のね、さらなる飛躍に向けても今年は結構勝負の1年になるかなっていう思うんで、うん、有原投手引き続き注目っていうところを挙げつつ、あとはやっぱ噂投手ですかね。去年ね、やっぱりエース、本来のね、最初はエースとして期待されてたのがこちら噂投手だったんですけれども、はい、打球直撃がね、もう今見返してももう自分が痛くなるみたいな、ピッチャーライナーがね、膝に当たってしまいっていうところで、悔しい形での戦線離脱にはなってしまったんですが、6月2日ですか、はい、練習試合ね、再開になったその初戦で戻ってきまして、噂投手、まあ、久しぶりだったんでピッチング疲れましたっていうコメントもね、うん、
ありましたけど、まあこの投手が帰ってきてくれたというのは、まあ、ファイターズファンにとってもね、一安心といいますか、もうほぼ丸1年ぶりぐらいのね、そうですね、ちょうどね、復帰マウンドになりましたんで、この選手がまあ入ってきてくれると、まあ、去年ね、やからやっぱり先発のね、起用っていうところで苦労したチームだけに、まあまあ補強じゃないですけど、補強といってもね、いいぐらいのね、去年の分も取り返すようなね、ピッチングに期待をしたいなと思ってますね。あとはやっぱり新人で、はいはい、川野投手ですか、ドラフト1位ルーキーでね入ってきました、左腕の川野投手、先発も中継ぎもという感じにはなってたんで、うん、この投手がねやっぱり去年いなかった戦力という意味ではやっぱりどんだけの働きをしてくれるかっていうところですよね。まあ佐々木朗希投手に1巡目では指名はしたんですけど、やっぱりその後すぐに使えるピッチャーを指名してきたっていうあたりもやっぱり球団としてのね、やっぱりなんて言うんでしょうかね、思いと言いますか、うん、球団としての戦略的にもやっぱりすぐ使える投手必要だよなっていうのがあったと思うんで、今年ね1年目から、活躍してくれるんじゃないかっていうね期待しつつ注目して見ていきたいなと思っております。さあそんなファイターズですが、最後に日程を確認していきましょう。パリーグはですね、開幕カードは、変わらず、一部ね球場が変わったっていうのはあるんですけれども、開幕カードは投手と変わっておらず、日本ハムは、西武とね敵地メットライフドームで西武と3連戦を戦う予定となっておりまして、札幌ドームでの、本拠地開幕は6月30日火曜日となっております。で、本当は東京ドーム開催のね日程とかも組まれていたんですが、7月の分に関しては全て札幌ドームで開催となっていて、まあ、今後も地方との、ね、開催とか東京ドームでの開催って結構ファイターズ多いんですけど、今のところ、ね、無観客で行うっていう当面の間ね無観客開催になるので、そこはもう札幌ドームに変更になる予定ですよっていうところがあったので、まあもしね行かれる予定だったとか楽しみにしているっていう方もまあいらっしゃったと思うんですが、そこら辺のね変更情報なんかも、まあ、うちの、ベースボールキングのサイトでも随時更新してまいりますし、そこはチェックしていただけたらなというふうに思います。はい、そんな感じで今回はファイターズ見てきましたけれども、過去にもね、各球団のね展望上がっておりますし、今後もね残りの球団については開幕に向けてどんどんアップしてまいりますので、ぜひぜひチャンネル登録などをして、お楽しみいただけたらと思います。はい、それでは皆さんまた次回をお会いいたしましょう。さよなら。